はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はバキーキングオブソウルズ動画撮っていこうと思います。ということでね、まぁ、ちょっとね、数日前にはなってしまうんですが、ジャックハンマーね、ついに、星5ですが、新たにね、登場しましたよということでね、まぁ、初期からいてもおかしくなかったキャラだからね、結構じらしたなというようなところなんですが、まぁ、ちょっと見ていきたいかなと思います。まぁ、ジャックハンマーね、星5で出てますね。まぁ、プラスね、重ねていけば7まで上がるんだけど、極度のドーピングと常識外れの鍛錬によって究極の肉体を手に入れた男と、いうことで、まあ、技はね、排出されるグラップラー技は、噛みつきですね。自分自身の攻撃力をとても大きく上げる。さらに敵ランダムみたいに力属性のダメージを与えるということでね。まあ、そうね、噛みつきが、まあ、技としてはついてますよと。で、進化段階で見ると、まあね、まず星5の状態、1体ゲットしたらこんな感じだよと、いうことで、まあ、ドーピング、力属性のダメージを与えて、自身に素早さアップだね。噛みつきは、攻撃力アップして、敵にダメージを与えるよという感じですね。で、星7まで進化させると、プラス10までね、上げれば星7になって、攻撃力 15% アップもつきますよという感じですね。はい、まあ、今回は、そんなところだ。まあね、ちょっとね、このゲームね、やっぱり、新キャラが出てもね、あんまり紹介で見てみるところっていうのもね、少ないので、まあ、やっぱガチャを引かないと、動画にしにくいぞいということでね。ただね、ちょっと一応闘魂ガチャ行為に関しては、ジャックが出たことでね、24日までね、10% オフ5回っていうのが来てるんですが、まあ、やっぱりね、10% オフと言ってもね、4000かかるというところはあって、まあね、やっぱりね、毎月1日にね、ファイソルとね、金ソル両方ね、星6キャラが出るということを考えると、まあ月末にね、これをちょっと引いてしまうのも何か、微妙かなということでね。まあ、闘魂ガチャジョのね、無料分で、ちょっと狙う感じでいこうかなと思います。まあ一応ね、こっちのガチャにも入ってるので、ここでちょっと狙っていきたいかなと。まあ 0.38%、0.4% ですけどね。ジャック、5.88% 入ってますよと。まあ、ジャック、ガイア、渋川先生、オリバー、この辺がね、後から追加されたキャラたちなので、まあ、特に当たりかな、というふうに思ってます。ということでね、はい、その辺をちょっとね、狙っていきたいかなと思います。できればね、グラップラーモードに入って追撃したいんですが、どうなるでしょう。いけ!さあ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 。史上最強を目指して何が悪い。まあね、さすがに 0.4% を引き当てられるとはあまり思っていないが、ここからの追撃でねグラップラーモードにとりあえず入ってほしい。せっかくね、ちょっと動画を撮ってるからね。さあどうだどうだ、来い来ないね。そうか、まあね、本当はね、ちょっと無料分でグラップラーモードに突入してね、チケットを引くっていうのがベストだとは思うんだけど、まあ、せっかくね、ジャック兄さん来てるからね、ちょっとだけチケットを追撃させてもらっていいかな、と。いうことで、ちょっと、これでグラップラーモード入んなかったらさすがにやめる。グラップラーモード入ったら、まあ、さらにちょっと追撃したいかなということで。史上最強を目指して何が悪い、どうこれは。さあ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 。はい、とりあえず何もなしですが、これでグラップラーモードに入れ、入らないか。まあ、ちょっとさすがにやめとこうかな。で、まあ、そうね、バッキーのこのゲームに関しては、まず1日に星6来るのはまあ確実だと思うんだよね。あと、8日がね、金ソルの日という形で、なんかお得なガチャがね、今月は来てたので、まあお得なガチャと言いつつね、1回1万投石とかだったから、まあちょっとね、6月8日までにね、やっぱ1万保っておきたいなと思うとね、ちょっと石使えないよなという感じで、まあ今回はね、この辺にしておこうと思います。ということでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。